はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安須のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さん、過去に輸血で GVHD があったことを知ってますか？しかも有効な治療法はね、まだ確定されておらずですね、致死的らしいです。まあ、ちょっといきなり怖い話を言ってしまってすみません。でもね、実はあったんですって。平成12年以降では、まあ、この日本ではですね、輸血においての GVHD の確定症例はですね、報告されてないようです。いや、良かったですよね、医学の発展ですよ。本当にもう20年はこのような怖い症例はないんですよ。安心ですね。まあ、今の時代ではね、輸血をする前にはちゃんとクロスマッチ試験というものをですね、行って確実に輸血できるようにするので、まず輸血においての GVHD はありえないようです。でもそうですよね、合わない血液を輸血されたら絶対に合わないので拒絶しますよね。でもそれが20年前までは起こってたと思うと怖いですよね。まあ、GVHD に関してはね、まあ、このチャンネル、この動画ではですね、何回も説明させてもらってますので、まあ、もういいかなと思うんですけども、まあ、でもね、改めてね、僕の動画を初めて見てくれた方のためにですね、やっぱり説明させてもらいます。GVHD というのはですね、まあ、移植変態縮視病とはですね、凝血者、まあ献血でもらった血液ですね、の T 細胞、これリンパ球のことなんですけども、それが受血者、まあ、宿主、宿主ですね、まあ、患者さんのことです。それの細胞、患者さんの細胞や組織をね、攻撃することによって、重篤な症状が引き起こされる疾患でございます。まあ、造血幹細胞移植、まあ、骨髄移植のことなんですけども、簡単に言うとね、まあ、それの GVHD の場合はですね、まあ、骨髄が標的臓器になることはまあないんですけども、まあ、輸血後 GVHD ではですね、骨髄をはじめ、皮膚、肝臓、消化管が標的となります。まあ、わかりやすく言いますと、もらった血液と自分の血液が馴染まなくて拒絶してお互いに攻撃し合うことで体に重篤な症状が出てしまうということです。まあ、重篤っていうのはね、重い、怖い、きつい症状のことです。ね、GVHD は本当に怖いですけど、輸血にね、よる GVHD は、まあ、今の時代では症例がないので安心ですね。まあ、今後もないように、今後も出ないようにね、願っております。はい、といった感じでね、このように感じれるようになったのもですね、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげでですね、行かせてもらってるからやと思ってます。もう一度与えられた一日に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。